もし2つのリスク因子のうち1つを持っている場合、どちらにかかわらず四種疾患の進行を呈するのは 12% から 14% でした。しかし喫煙者でインターロイキン1の遺伝子型がポジティブな場合、最高の予防ケアを行ったとしても10年間のモニタリング期間の間に 41% の患者が進行性の歯周炎に発展しました。中度から重度の歯周炎のある関節リウマチの患者は 51% でした。同じクリニックで変形性関節症の患者の場合、わずか 26% でした。大きな違いが生まれました。我々がオフィスで目にする主なチャレンジの一つがこのような患者です。どのように情報を得ますか？歯周疾患に対して高いリスクがあるのか、それともかなり抵抗力があるのでしょうか？問題はほとんどの一般歯科医とおそらくかなりの数の歯周専門医がリスクと疾患の重篤度を同等とみなしていることです。